コーネル実在論は、リチャード・ボイド、ニコラス・スタージョン、デイビド・ブリンクといった、コーネル大学に関係する哲学者によって主張された、メタ倫理学の学説である。ピーター・レールトンらの還元主義とともに、刑事上学的自然主義の代表的学説として知られる。個々の論者によって、細部の立場は異なるが、コーネル実在論は、概ね以下の主張を含んだ学説であると、 理解されている。コーネル実在論によれば、道徳的事実というものが存在する。またこの道徳的事実は、心から独立しており、それゆえ客観的なものである。この立場では、道徳判断は、事実の記述という営みの一部となる。またこの主張はという三つの主張を合わせ持っている。これらの主張に対してという立場がそれぞれ対立している。 コーネル実在論は、動機づけの問題について、道徳判断と動機づけの間には、必然的な連結が存在しないという外在主義の立場をとり、アモラリストの存在可能性を認める。この立場を取ることによって、コーネル実在論者は、道徳判断は我々に行為を促す、動機づけの力を持つため、認知的状態ではないと主張する非認知主義者に、対して、道徳判断が、 動機づけの力を持たないとすれば、道徳判断が非認知的状態であると考える、理由もなくなるという論法で応答し、認知主義を擁護する。またデイビドブリンクは、動機づけの外在主義に加えて、規範的理由の外在主義をも主張する。規範的理由の外在主義とは、行う理由を持つことと、行う動機を持つことの間にも、必然的な連結を認めない立場である。 コーネル実在論がその実在を主張する道徳的事実はあくまで自然的事実であり、自然科学や社会科学の研究領域に含まれるものである。道徳的事実は超自然的なものでも非自然的なものでもないが、この道徳的事実を非道徳的自然的事実に還元することはできない。つまり道徳的事実とは非道徳的自然的事実に、 随伴する自然的事実なのであって、非道徳的自然的事実と同一視することはできないという立場を取る。コーネル実在論は、道徳語及び道徳概念と自然語及び自然概念の間に還元可能な関係を認めない。すなわち、近々のものは道徳的に望ましいという道徳的な言明を、近々のものが会を生むという自然的な言明に、 還元することはできないと主張する。これによりコーネル実在論者は自然的語尾を犯さずに自然主義を主張することはできないというムアラによる批判に対して刑事上学的還元は意味論的還元を含意しないと応答することができる。この主張は通常クリプキパトナム流の意味論を伴っている。道徳語及び道徳的概念はそれに対応する。 一定の自然的性質を選び出すが、こうした自然的性質は、我々の語や概念の用法との間に適切な因果関係を構成する性質であるという観点から選ばれるだけであり、道徳的概念が自然的概念に還元されるわけではない。ありがとうございます。